基調講演にプラネタリーヘルスに貢献する学問領域を超えた取り組みに移ります。長崎大学学長河野茂様お願いいたします。はい、えー。それではですね始めたいと思います。<laughs> えっとスライドを進めてもらえますか。いいですかね。えー、はい。えー、っとですねまずあのプラネタリーヘルスとはですねどういうものか。 まあ、なぜ長崎大学で取り組むようになったのかあそして、まあ、なぜ学際的な研究さらにはアカデミア以外のステークホルダーと、まあ、共同するのかあ超学際的な活動が必要なのかということをですねお話をさせていただきますこれは進みがあちょっと進むんですね えっとその本学がですね、まあ、プラネタリー・ヘイスの実現に向けて、まあ、どのような取り組みを行ってきたのかとそれともう国内の他の大学とのです、ね、取り組みなどもですね、まあ、ご紹介したいと思っております、えー、プラネタリー・ヘイスの実現に向けて日本から世界にです、ね、向けて発信できることについても、まあ、簡単にお話を させていただきます、はい、今、先ほどからもずっとご講演のようにです、ね、私たちの地球規模で,です、ね、実に多くの課題、問題に向かっております。これらの問題、環境の問題であったり、またです、ね、社会経済、国際関係の問題であったりと。 ということですけれども、まあ、これらがお互いに深く関連し合っているというのがですね気候変動先ほどからアラン・ダンガーさんが述っているようにですね、まあ、最も大きなこの危機の課題の一つなんですけれどもあのこの問題はですね例えば100年先。 とかですね、そういった遠い今問題ではなくてスライドでも黒いスポットで示しておりますけれども現在気温が高いために人が住んでいない地域これほとんどアフリカの北部に集中しておりますけれども私たちが気候変動について何も手を打たなければですねこれは近い将来赤い点線,線で囲まれたアフリカアジア南米にまたがる地域に拡大します。 まあすなわち全陸地の約2割そして3億以上の人がですね、まあ、このために移住せざるを得なくなるということが予想されますそしてあの、まあ、最も重要なことはこれがわずか半世紀先の予想であるとつまりあのこの会場にいらっしゃる若い方はですね、まあ、将来その地球を目の当たりにする可能性があるということであります えー、気候変動だけがですね唯一の問題ということではありませんこの有名な図はプライドレンスバウンダリーズといって地球環境を構成するさまざまな領域を示しています上にあるのが気候変動を含めて、まあ、全部で9つの領域が問題を抱えています特に赤で示した生物多様性リン・チッ素のフローは、まあ、すでに 限界を超えて、人が拡大していると考えられます。そしてここでも多くの領域がですね。動詞がお互いに影響を与えております。えー、私はこうした現状を前にですね。大学でやれることは何だろうかと考えて、まあ、さまざまな分野の。 専門家がいますが一人一人が別々に考えているだけではですね地球規模に影響が及ぶような問題解決はできないということで大学全体が一つの大きな共同体となって知恵を出し合うことによって初めて新しい解決策が生み出せるに違いないとそのために大学で研究する誰もが接点を持つような大きな目標が必要でそれは地球の健康 を実現することとだろうと考えこれをプラネタリー・ヘルスへの挑戦と呼び大学としてこれに取り組むことを宣言いたしました、えー、これはすでに公表されているランセット・コミッションによるプラネタリー・ヘルスの考え方と機をいつにするものだと知り、まあ、大変勇気づけられたわけであります SDGs の17目標をですね 内容に従って3つの層に分けてものでよく SDGs のウェディンケーキなどと呼ばれています上の2つの層は経済と社会の課題でこれはいずれも人間と人間社会の健康の問題であり通常は医学とともに社会科学や自分科学が取り扱う領域です下の層は先ほどのスライドから出ているプラネタリー・バウンドリズを含めた生物圏、えー バイオスフェアの課題で主に気候学者、海洋学者、生態学者が扱う領域です。プラネタリーヘルスとはこれらの3つの層を同時にカバーして社会の健康と自然環境の健康の関係を考えて両者をもとに改善していけるような解決策を探ろうというものです。従って社会学、人文科学の専門家と自然科学の専門家が参加する 学際的な研究が必要ということになります。プラネタリー・ヘルスを実現するためには、新しい知を作り出すだけでなくて、これを社会に実装する必要があります。したがって、活動は研究コミュニティの中では完結せず、市民、企業、行政を巻き込み、国際社会とも連携することになります。さらには 現世代だけでなく将来世代、また人間以外のさまざまな生物との配慮が必要です。こうした研究コミュニティ以外との連携、すなわち超学際的な超学際性というのがプラネタリウスの重要な柱になるわけであります。プラネタリウスの枠組みに沿った研究の例をいくつか紹介します。 気候変動は気温や降水パターンだけでなくて海水温にも変化を起こしますその結果魚の住む海域も変わります魚が取れなくなるということが起こります世界にはタンパク質栄養源を魚に依存する集団も多くそうした集団には低栄養のリスクが生じてきます現在取っている魚種の漁獲量が 気候変動によっていつどのように変化するのかを予測できればそれに合わせた対策検討をすることが可能になります。まあ、このような研究とそれに基づく対策のために青枠に示したようなさまざまな学問分野の連携に加えて赤い線で示すようなそれぞれの地域における研究組織以外の関係者との取り組みということが必要になってきます。 COVID-19 のようなパンデミックもプラネタリフスの枠組みで取り組むことができます B に書かれているように森林に住む様々な生物は様々な微生物の住み下でもあり微生物の中には人間の疾病を起こすものも含まれます、まあ、森林が失われるそこに生息する動物が人間の生活圏に迷い出るチャンスが増えて 病原微生物と人間の接触の,接触のチャンスも増えます。このように生,物生態系からのアブリ出スピローバーが疾病、発生のメカニズムとして重要になってきます。ここでは森林の健康と人間の健康とが関連していることになります。森林生態学、公衆衛生学、微生物学の専門家に加えて森を守り、維持したり、 森に頼った正義を営む人々にも十分な協議を重ねる必要が出てきます。都市生活は膨大なエネルギーのものを消費して成り立っている一方であり、都市環境は人間の健康やウェルビーンに影響します。最近の研究では、都市化の進んだ環境に進んでいることが人々の 環境認識のパターンに影響することが示唆されていますこの図に示すようにこの認識パターンが都市環境の発展に影響を与え作られた都市の環境が人間の環境に影響すると同時に再び住民の認識パターンに影響するというプロセスが考えられます。環境医学、学都市工学 認知心理学の専門家が、まあ、共同してこうした知見が得られることになりますが都市に住むということの意味を考えさせる研究であり今後の発展が期待されています、えー、プライタリーヘイスの実現という大きな課題に長崎大学や日本の他の大学はどのように取り組んでいるでしょうか。長崎大学の例を まずご紹介したいいと思います教育面では2021年から全学部の新入生約1700名を対象にプラネタリエース入門を必修科目として課しています全学の必修科目としてプラネタリエースを教えているところは世界でもユニークな試みではないかと自負していますまた2020年に刊行された一般向けの本を日本語に 訳して、2022年から教科書として採用しています。一方、大学院レベルの教育については、昨年秋、プラネタリエース学館を開設しました。学館というのは、複数の大学院の研究科から教員が参加し、協力して学生を指導する仕組みです。この学館の第一の学位プログラムとして、ドクター・パブリック・ヘルフがスタートしています。 3年間の過程の中で前半はプラネタリーヘルスの学際性を学び組織や交渉のマネジメント政策決定のプロセスや実施面のスキルを学びますが後半1年半は企業や行政機関あるいはコミュニティに出かけてそこで科学と現場をつなぐことをプロジェクトとして試みますこのようなプラネタリーヘルス学館では 科学の知見を現場の実践に活用できるようなスキルを持った人材の養成を目的としています学科の学生が最初に学ぶプラネタリーエスの特論では環境汚染、気候変動、生物多様性、さらには社会文化平和などの問題についてプラネタリーエスの視点で考え さらに多くのセクター関係する現代的な課題についても学んでいます研究面ではブライダレスに関わる研究を行う若手研究者学生を支援する制度を設けているほか共通の関心を持つ多分野の 研究者を探すプラットフォームを作り、分野横断的な研究プロジェクトを支援していますここで出会った複数分野の研究チームがより大きな外部資金を獲得したり企業との連携に発展していったりということも出てきておりますこうしたプラットフォームをさらにオープンにして有効活用するにはどうするかということも一つの課題であります 本学では地球温暖化に貢献する専門性の高い研究が数多くなされています。工学水産環境からなる総合生産学域が中心となっているのは例えば自然エネルギーの利用のための次世代電池使用という回収利用技術研究で成果を上げており温暖化が再出削減に貢献しております。また温暖化にに伴いい極端な気候例えば非常に強い台風や 干ばつによって、まあ甚大な被害が毎年発生しています。えー、洪水に備えるインフラの整備。えー、気候変動にも耐える農作物のゲノム解析などを通して。極端な気候に順応できる強靭な社会を構築する人材輩出のためにも貢献しています。えー、長崎県の。海岸総延長は、まあ国内第一位であり。数少ない水産学部が本学に存在します。 温暖化に伴う海、洋環境の変化海・ゴミ問題が深刻化しており、音楽も海洋、マイクロプラスチックの分析に取り組んでおります。この長崎の地だからこそ、これらの問題に取り組んで、海洋資源を守り、共生をするために貢献をしていると,いとであります。えー、プライタリー・ヘルスに関わるう学生活動の 支援にも力を入れていてます左側のプラネタリウスレポートカードは主に米英の学生グループが中心になって進めている世界規模のプロジェクトですが学生の視点で大学の活動がプラネタリウスに十分配慮したものになっているのかを評価するものです世界の中でも自分の大学の位置づけを知るとともにどのような点を加速しまた変革すべきなのかというガイドにもなります もともと医学部を想定した取り組みですが本学の医学部の学生から始まり滋賀医科大学の関心を持つ学生グループもつながりさらには環境科学部に活動が展開しています右は海岸に漂着するプラスチックごみの回収作業にあたる学生グループの様子でこのような活動への 主として財政的な支援も行っております。大学からのプライタリーヘルス活動の発信として学生への参加の意義はとても大きいと考えております。プライタリーヘルスの実現は、いわゆるボトムアップの活動も重要で、それには冒頭で例に示したような問題の個々の人々の関心、意識、動機づけが必要です。そのためには 市民向けの公開講座シリーズをハイブリッドで開催したり、ホームページの整備、解説動画の作成、ファカルティディベロップメントなど、アドボカシーにも力を入れております。プラネタリーヘルスの実現は、一つの大学だけでは達成できるものではなく、国内外、アカデミアであるなしを問わず、さまざまな方の連携が必要です。 プライタリー・ヘルスの世界的なイニシャルといえるプラネンティング・ヘルス・アライアンスに長崎大学は早くから加盟していました国内でもプライタリエヘルスに関心を持つ大学が次第に増えつつありこうした大学の研究者とともにネットワークを立ち上げましたこのネットワーク PHA の日本ハブとして登録され本学はその事務局を務めています 右には環境と持続可能性についての世界的なイニシアティブであるフューチャーアースの支援について書かれています長崎大学では国内の10余りの研究機関などとともに世界に9か所あるフューチャーアースの国際事務局の一つ4ハブをサポートしています昨年度はフューチャーアースの主要な活動の一つである気候変動に関わる最新の知見を抽出する 10 New Insights in Climate Science の作成に日本学の教職員が参加しました。日本の大学におけるプラネタリーヘルスにかかる活動をいくつか紹介します。各大学はそれぞれの強みを生かして取り組んでいます。人種共通感染症、グローバルヘルヘス、社社会会実装、高齢化社会などの問題に 新たな視点を持ちつつ挑戦していますこのリストはモーラー的なものではなくかつヘルスの分野に関連するものに限定されていますが他の大学あるいは研究所において最近次第に関心が広がる傾向にあるといえます、うん、最後にプラネタリウースの実現に日本はどのような役割を果たすことができるか まあ、簡単に触れて終わりたいと思います。えー、プラネタリーヘルスの根底にあるのは人間と自然の関係性です。古くから、まあ、指摘されている通り、日本の自然界は自然観はユニークな側面があります。まあ、右下に掲げた里山はあそれを最もよく知らせる、まあ、例と言えます。 その他風鈴俳句八百万の神借景などいずれも人間と自然が混然一体となる世界観を形にしたものといえますこのような世界観は自然というものを考える時に必ず自分自身をそこに投影し逆に社会を考える時には自然の営みを重ね合わせてきた日本の文化の底に共通したものといえプラネタリー・ヘルスが もっともこれからは日本だけのものではなくさまざまな社会でこうした世界観を見出すことが可能でしょうこのような世界観を育みつつ持続可能な社会に向けたさまざまな知恵を実現していくのが日本とりわけ大学に欠かせられた使命と言えるのではないでしょうかご清聴どうもありがとうございました